加藤浩二は、日本のお笑いタレント、俳優、司会者、お笑いコンビ、極楽トンボのツッコミ担当。相方は、山本慶一、北海道小樽市出身、小樽ふれあい観光大使、吉本工業との専属マネジメント契約、エージェント契約を経て、2021年4月1日より、個人事務所82スタイル所属。1969年4月26日。 札幌市大谷地に出生。加藤家の次男として誕生する。その際、母親が俳優の石坂浩二のファンだったことから浩二と名付けられる。小学2年生の時、札幌の西隣の小樽市に転出する。小学校時代には児童会長を務めた。小樽寺お料高校卒業。高校時代の17歳の時に小樽市のタウン市。 月刊ラブオタルナイのコーナー、ナイスキャンパスボーイに、加藤が写真付きで掲載された。身長176センチメートル、体重76キログラム、高所恐怖症、気管自然息持ち、ゴキブリが大の苦手、マンゴーアレルギー持ち、大の金づち。その理由は、学校にプールがなかったことに加え、小学生当時に所属していた。 はやぶさサッカー少年団の監督からの海に入ると筋肉が緩むという指導を忠実に守り海に行かなかったためである。NHK 大河ドラマ、平野清盛で演じた海賊役は泳ぐシーンはないということで引き受けた。好きな食べ物は豆腐、嫌いな食べ物は納豆、そば打ちが趣味である。ニュースキャスターとして並々ならぬ使命感と責任感を持って、 仕事に望んでおり、スッキリ。では、一般誌からスポーツ誌まで、毎朝ほぼすべて目を通した状態で放送に、望んでいる。同時に、毎朝気になった記事や事件はインターネットで自ら、調べ、台本に書き込みをしている。スッキリ。本番前は、日本テレビタワー内の楽屋で、フジテレビ系列の目覚ましテレビを視聴している。愛車は、アルファロメオ1 3 0 0ニア z 2013年の年収は2億円を上回ったとされ、同年には、暴行級住宅街にある100坪 7LDK、推定5億円の豪邸を建設した。大のサッカー愛好家。国内外を問わず試合をテレビ観戦しており、中でも欧州サッカーに強い関心を持つ。北海道出身ということもあり、北海道コンサドーレ札幌のサポーターである。 小学校3年から高校3年までサッカー部に所属。小学生から高校生の時までずっとサッカー部のキャプテンを務めていた。しかし、中学生の時に部員のリコールによってキャプテンの座を下されたことがあった。一度もレギュラーから外れたことがなく、中学2年生時には20名からなる北海道選抜に小樽市から唯一人選出されたほどの実力だった。 中学1年生時にも北海道選抜の合宿メンバーに選出されていたが、合宿前日の練習中に右ヒーちの人体帯を断裂したため、この時は出場できなかった。高校進学直前にも練習中に足を負傷している。2001年10月からはサッカー好きが講じて TBS 系スーパーサッカーのメイン MC に抜擢される。また、この番組のフットサルチームである、 コモエスターカサカにも加入。TBS の J リーグ中継の副音声では、ゲストと共に放送席でトークを展開している。2002年6月、TBS のワールドカップ中継のキャスターを務め、2004年6月には、ポルトガルで開催された UEFA 欧州選手権中継のために、サッカー解説者の高木拓也と共に、現地で取材する。2014年には、 フィファワールドカップブラジル大会の TBS 系列のキャスターを村上信五と共に務める。自身もフットサルをプレイすることを趣味としていたが、骨折により事実上引退している。サッカーゲーム、ウィニングイレブンシリーズのファンでもある。一方、サッカー以外の球技に関しては、あまり詳しくなく、相方が愛好している野球に対しては、松坂大介といったビッグネーム程度しか知らない。 以前、GTO のドラマ化に際し、西島隆二役での出演依頼を受けたことがあったが、ありのニアの漫画原作のドラマはヒットしないというアドバイスを受けて、あっさり断っている。この警官役は藤木直人が演じることとなったが、予想に反し、GTO は大ヒットしたため加藤は非常に後悔したことを語っている。その後も人に優しく、 ブラックジャックによろしく、汚れたした、黒詐欺などのテレビドラマに出演。小学生の頃はアニメ雑誌、アニメージュを購読しており、自分でセルガを描いていた時期もあるが、周囲からは意外だと言われている。また、スポーツアニメ特に、サッカーアニメに関しても詳しい。ゲームも好きで、ワンダープロジェクト J にコルロの森のジョゼットのファンブックでは、 ときめきメモリアルなどをプレイしたとも語っている。ウルトラシリーズのファンであり、特に怪獣について詳しい。テレビゲーム、鈴木爆発に出演していた小沢林に一目惚れし、自身が MC を務めるシネマ中毒にゲストとして呼んだことが出会いのきっかけである。その後、やっちまったコント名打ってできちゃった結婚を発表。2002年2月10日、長女が誕生。 なお、小沢の妊娠発覚から、長女誕生までの天末は3月から4月にかけての、めちゃにイけてる。にて、連続ドキュメンタリー企画、結婚と出産の間として放送された。2004年9月21日に長男が誕生。相方の山本は3日経って、やっと知らされたらしくショックを受けた。2006年11月17日に次女が誕生。2時間の安山だった。 出産直前まで担当医師から男児と聞かされていたようで、家族ともども表紙抜けしたと語った。加藤の母は、札幌競馬場の宿舎で寮母を務めていた。騎手の竹豊も世話になったという。1990年初期、矢作県の地元の先輩が働いていた、駒沢通り沿いにある中目黒のバー、ビブで加藤がバイトをしており、 ヤハギがお笑い芸人をやろうかと考えている時にその場に通うようになると親しくなり、加藤を孝二君と呼ぶようになる。知り合ってからは週5回のペースで行動を共にする。単独ライブで他に出演者を起用する場合、同じ事務所に所属している芸人を選ぶのが通例で、あるが90年代後半から極楽トンボの単独ライブではブレーク前のおぎやはぎを抜擢していた。 また、かつては、メガネをかけていたのは、小木博明だけだったが、コンビ両名ともメガネをかける、ダブルメガネをすすめ、矢作県もメガネをかけるようになった。芸能界デビューし、加藤が先輩となった後も、孔二君と呼び続けており、加藤曰く、名前で呼んでくる、芸能人は、矢作と中山秀幸だけと述べた。また、まだ極楽トンボが売れ始めて間もない時期に、酔っ払いに、 ビール瓶で殴られそうになっていた矢作を、加藤は間に入ってかばい、矢作の代わりにビール瓶で殴られ、右耳を縫う怪我を負った。後に、加藤がラジオで、その当時右耳を負傷していたのはこのためであったと、述べた。矢作は加藤について、師匠みたいなもんと述べ、加藤が小沢凛と結婚するきっかけを作ったのも、矢作である。痛快。 赤石や電子台にて加藤が、矢作とは、親友ですと語るほど、先輩後輩という枠とは違った特別な関係性であり、森美中の黒沢和子は、加藤さんと矢作さんの友情には、憧れてしまう。二人には抱かれてもいいくらいと述べた。マッコイ斉藤とは同い年で、19歳の頃から、知り合いであり、親友でもある。2010年5月1日放送の、 めちゃにイけてる。ないのコーナー、爆裂お父さんの矢島美容室出演会では、石橋孝明に呼ばれて茶の間に乱入した斉藤を、ジャイアントスイングで成敗した。2010年10月9日放送の、めちゃにイけてる。では斉藤が番組の宣伝のために、エビスマスカッツのメンバーを、オーディションに参加させたことに気づき、さらにメンバーを、汚れ呼ばわりしたため斉藤は激怒。 斉藤の命令でメンバーに臨チされた後、斉藤と乱闘した。また、去り際に、斉藤は加藤に、俺、お前で一回も笑ったことねえかんな。笑いを忘れたそば打ちがこらあ、と叫んだ。2011年7月23日放送の FNS27 時間テレビ内のトンネルズの皆さんのおかげでしたの文字もじくん、大撃突 SP の脳壁内でも、 トンネルズチームのゲームが簡単だったことに激怒。斎藤が乱入し、乱闘して、斎藤を氷水プールへ落とした。山本の契約解除翌日の、スッキリ、の冒頭で、相方の加藤としても深くお詫び申し上げますと謝罪し、ものすごく腹が立つし、気持ちの整理ができないと号泣しながら述べた。この映像が YouTube に投稿され、同サイトにおいて、 人気ランキング1位となった。その後すぐに日本テレビが同サイトに削除依頼を行い映像が削除された。ちなみにめちゃにイけてる。でも YouTube での騒動が取り上げられており本人もこの経緯を知っている。皮肉にも加藤が涙ながらに相方の不祥事を謝罪したこの日の放送で当時の番組最高視聴率を記録した。 TV ガイドの t v スター名館2007年版以降、及び、吉本工業ホームページのプロフィールによると、芸名は、加藤浩二ではなく、極楽トンボ、加藤浩二とされている。また、井上光三によると、現在でもサインには、極楽トンボと書いているという、NHK 大河ドラマ、平野清盛完全特本で、そのサインを確認することができる。いつか、 山本ともう一度コンビを組みたい。俺だってコンビでライブやりてえよと発言しているが、2008年末、当時、加藤自身も連絡は取っていないとのことで、時折、山本と連絡を取っているここりこの遠藤などの後輩芸人からの話題やゴシップ誌の記事で山本を見かけると語った。自身のラジオ番組において、現在の山本の状況を、謹慎と表現している。 さらに他の番組にゲスト出演した際はコンビ時代の話などになると今でも相方と呼んでいる。笑っていい友のコーナーテレフォンショッキングで久々に出演した際当時レギュラーだった時の写真が出て自分の横に山本がいたが編集されており手の実が映った状態であったそれを見て僕の横には相方がいますねと発言する山本の復帰について 2013年1月4日夜に放送された加藤浩二の金曜、ウォンテッドで山本さんがいなくなってからもう6年半と述べ、そろそろ許してやってほしいという気持ちもあるという趣旨の発言がされる。また、2013年4月28日に生配信されためちゃに緩んでる。同年の FNS27 時間テレビ及び同年9月に配信されためちゃ緩では、 山本と親しかった田村厚がゲスト出演し復帰を呼びかけた。2015年1月4日に田村厚がツイッターにて山本が下北沢駅前劇場にて行われるライブで活動再開することを報告し、翌日のスポーツ紙に活動再開することを報道されて、その日のスッキリの冒頭でも扱われ、 山本の活動休止中の8年半もの間二人で話し合いの場を設けていたことを説明して、今回のライブも二人で話し合い、山本が一人の力でライブをやりながら、どこまでできるかやりたいという山本の意向を尊重したと語り、ここからあいつがどこまでできるか。その先には僕も、やっぱり極楽トンボとして、いつか二人でやりたいと思っている。極楽トンボとして、 ライブをやったり、二人で活動できるように心から思っていると自身の気持ちをあらわにし、今回の復帰ついて賛否両論があることを認め、ああいう形で山本がこの世界を去ってしまい、許していただけない方もいらっしゃるかもしれません。ただ、途中で極楽トンボというコンビが終わってしまったことに納得いかない部分がある。どういう形になったとしても、もう一回、極楽トンボをやって、 どうなのか決着をつけたいと理解を求めた。2015年1月19日に下北沢駅前劇場にて行われたお笑いライブをもって活動再開を果たし、翌20日の各局の情報番組では扱われたが、自身が出演している、スッキリ。では、山本のライブについては扱われず、加藤本人も山本のことに言及することはなかった。 2015年7月5日に、都内で行われた自身が出演のコントイベント、イルネス製作所に、客席で観覧していた山本が、共演者の矢は県に促されて、飛び入りで、出演、2006年7月以来、9年ぶりに共演し、極楽トンボが復活を果たしたが、翌日の隠しスポーツ紙は報じ、すっきり。では、声がしゃがれた状態で出演したが、 ライブのことは扱わなかった。めちゃにイけてる。には、その全身番組の飛ぶ薬、殿様のフェロモン、めちゃにもてたい。時代から出演。メンバーの中でも特に私生活を晒しており、自身の母が再婚したことや、結婚、出産といったことも当番組で報告している。また、番組では、岐阜の深野さんや妻の小沢林、自分の子供たちも、 積極的に番組に顔出し出演している。結婚当初、一家の主として、家族を守るため妻や子供を、めちゃいけでネタにしたくないと守る決意を見せていたが、結局は結婚発覚から出産に至るまでも、めちゃいけで特集され、以後は番組でも抵抗なく出演させている。それでも、スタッフが加藤を通り越して妻や子供たちに、企画協力をさせることや、 テレビ慣れしすぎた妻や子供たちのリアクションに対しては、憤慨することも多い。2014年4月29日配信の、めちゃに緩んでる。の中で新たな相方を決めるオーディションを行ったが、保留のまま先送りになった。大久保佳代子が2015年の FNS27 時間テレビで 88km マラソンに挑戦することとなり、完走した場合は、 丸刈りになると2015年5月9日放送のめちゃにイけてる2時間スペシャルで公約。この結果、大久保が完走したため公開丸刈りを行ったが、頭頂部左側の一部だけを残された。レギュラー番組スペシャル番組現在の出演番組過去の出演番組。ありがとうございます。